不倫とかさ、もうさ、家族の問題なんだからさ、それをお前あれだよ、晒すなよ、世の中に。大体さ、見てるやつは全然関係ねえじゃねえかよ。いくら芸能人だからって、そのお前不倫報道をすることに社会的な意義は 0% でございます。なので、そんなことは速攻でやめろ。そして別に不倫をしたからって世の中の人に謝る必要はないです。もう、いや、その奥さんに謝るんだったらわかるよ。奥さんに謝るんだったらわかるけど、なんで世間の人に謝んなきゃいけないんだよ。意味わかんねえよ。っていう話でございます。まあね、正直ですね、まあ僕は結婚してないんですけれども、まあ離婚して、もう20年以上経ちますけれども、そういったことがですね、20年経ってねえか。結婚してるからと、まあ、結婚してる人の中、僕、まあ、既婚者の方々いっぱい、友達とか知り合いいますけれども、まあまあ、ほぼほぼ浮気してます。僕が言うのもなんなんですけど、成人君子っぽく見える人もですね、普通に浮気してます。まあ、逆に言うと浮気してない人を探す方が僕は難しいんじゃないかなっていうぐらい、なんでこんなに世の中の人たちって普通にみんな浮気してるのに、人の浮気報道を喜ぶのか、俺理解できないもん。だって結婚してたら、いつ、特に有名人は、有名人で浮気してるやつもいっぱい知ってるけど、俺多分ね、週刊文春より俺の方が知ってますよ。一人週刊文春できるぐらい知ってますけど、しかもなんか、これ言ったらまずいだろうなみたいなのも全部知ってますけども、その上で僕は言いたいです。みんなやってんだから。で、明日は我が身って、震えながら見てる人も実はいなくて、ああ、ざまみろって思ってるぐらいな感じなので、誰も得しません。最低です。ということで、もうほんとね、ついつい俺ヤフーニュースで見ちゃったからさ、ヤフコメとかちょっとだけ見ちゃったんだけど、ひどいコメントが。もうさ、昔付き合ってたさ、超有名歌手の人とかの話、やめてあげて、ほんとに。かわいそうになっちゃう。相手の方もかわいそうだし。またここで来てさ、30年も前の話をさ、蒸し返したってしょうがないでしょ。ということで。そろそろさ、はい、不倫についてなんか言おうよ。あそれやっぱり、俺、みんな絶対手挙げないと思うけど、ここにいる結婚してる人の7割ぐらいは不倫してると思いますよ。結構だって俺の周りの既婚者で不倫してないやつ一人もいないもん。あ言わないよ、誰が不倫してるとか絶対言わないよ。やっぱり飽きるでしょ。その人間関係に飽きるってことじゃないですよ、うん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 、人間関係は割と長く続くじゃないですか、うんうん、でも波長が合うからよく会ったりとか一緒に住んだりとかしてるわけだから、うんうんうん、別にその人的に嫌いになることってめったにないと思うんですけど、うんうん、そのよっぽどね、うん、結婚してみたら性癖がすごかったとか、うんうん、何笑ってるようなのか、ね、いやそんなあるかなと思って、はい、ありますよね。でいやそういう風になってるのに、まあ、そ性的な関係とかが多分その飽きたりとか、うんうん、いろいろあったりとかすると思うんですよ、うんうん、僕結構若い世代と絡むことが多いんですけど、20代の子たちがものすごい結婚というものに絶望をしていて、うん、なんでってよくよく聞いていくと、もう今人生100年時代って言われてるじゃないですか、うんはい、でまあ20代のうちもしくは30ぐらいで結婚した場合70年パートナー変えちゃダメよ、でよそ見もしちゃダメよって正直無理だと思います、うん、だったら今の不倫 NG みたいな風潮だと、うん、結婚 しない方が絶対いいですよねって20代にみんな言うんです。いや僕らの周りで結構再婚をされる方いるいるいらっしゃるじゃないですか。いるいる不思議でしょうがなくて、夏野さんのコメントで、うん、弱ってたからって言いました。今日はですね、芸能人の不倫問題について語りたいと思います。珍しいですよね、僕は芸能人の不倫問題について語るなんて。僕が結婚しない理由の一つはそれでございます。もうね、うざい。不倫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 うるせえよバカ。って、毎回毎回思っちゃうんですけど、みんな何なんですかね、あれ多分だからテレビを見てる人とかが、暇人の主婦とか、
モテない結婚できない男みたいなやつら、ジジイみたいなやつらばっかりだからですかね。本当に人の振りなんかどうだっていいじゃないかと。で、僕、まあ多分知る限り、既婚者の半分以上はですね、不倫してますし、芸能人も不倫してますよ。だから、わかんないですけど、ダウンタウンの浜田さんが、パパ活倫を、してたなんていうね、話もね、いろいろありますけれども、僕もちょっと、パパ活アプリの、運営の人と、なんかね、仲が良かったりとかするんで、いろいろね、噂話は聞いたりしますけど、本当芸能人でもパパ活アプリをやってる人たちは実際いると思います。はい。もう一般論ですけれども、こんな人がみたいな人もパパ活アプリ多分やってますね。はい。だから全然浜田さんがね、不倫をしてたかどうかは僕もわかりませんけど、めっちゃ気前いいじゃないですか。ね、某誰々さんみたいにお金もほとんど渡さず、変なところでね、不倫とか、まあ、不倫どころかセックスしてるだけじゃねえかお前みたいなやつよりは全然マシだと思いますよ、正直言って。ちゃんといいホテルでねやってるんで。でも僕は思うんですけど、こんだけ芸能人とかもう有名人、会社経営者とか不倫してたらこんだけ叩かれるのに、そのリスクを犯してでも不倫をしたくなるんだったら、さっさとお前別れりゃいいじゃんとかって思うし、もしそう思うんだったら、そもそもだからこれ申し訳ないっていうのは、家族に対して申し訳ないわけで、世間に対して申し訳ないとか、お前誰も期待してねえよって、誰だってみんな気にしてると思ってんだろうみたいな、ただお前ら叩きたいだけだろうみたいなことなんですよね。ちょっと前に話題になった篠田麻里子さんの、不倫相手とされた方も、俺最初全然気づかなかったんだけど、俺の知り合いだったよ。たまに飲みに行ってるやつだったよ。だけど、なんか、本人の周り、なんか最近、そういえば誘ってもこいつ来ねえなと思ったら、堀井さん知らないんですか？あいつ、篠田麻里子の不倫疑惑で、話題になってるやつですよ、みたいな。そうなの？みたいな。僕全然気づいてなくて。ということで、あの話も、なんか、周りの人から聞くと、どうも、やってないらしい、みたいな話は、合ってるのは合ってる、合ってたみたいなんですけど、やってはいない、みたいな。まあ、本当か嘘かわかんないですけど、芸能人の不倫そんな叩くなよ。